はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は西山女流三冠対富田四段の一局の形成速報をやっていきたいと思います。二人は過去に三段リーグで3局対戦がございまして、西山女流三冠が2勝1敗と勝ち越しております。本局は振り駒の結果、西山女流三冠が先手となりまして、三間飛車に振っていきました。対する富田四段は、7二飛車と早めに寄って急戦を見せた後、エルモ囲いに囲っていきました。そして、序盤は細かいやり取りの末、わずかに西山女流三冠が優位に立ったように見えたんですが、富田四段が素晴らしい粘りで逆転に成功いたしました。で、ただ、入玉をちらつかせて粘る富田四段に対して、西山女流三冠は89手目の5五角という、善悪を超えた角の立たせの勝負手で迫りまして、これでまた流れを引き寄せた西山女流三冠が、一時は入玉寸前まで行った富田四段の王様を粘り強く押し戻して逆転に成功すると、まあ、最後は手堅くリードを広げて勝ちました。本当にね、男性棋士相手に終盤のこうした競り合いで勝てるっていうのは本当にすごいことだと思います。まあ、14勝4敗で次点一つ取ったその実力をまざまざと見せつける勝利となりました。でこれで西山女流三冠はベスト8進出となりまして、次にベスト4をかけて小山アマとの対戦になります。小山アマは出口四段の10連勝を止めてここまで来ておりますので、本当に厄介な相手になると思いますが、まあ、非常に楽しみですね。果たしてどちらがベスト4にたどり着くのか楽しみに見ていきたいなと思っております。そして逆の山からは、アマチュアからプロになったことで注目されている織田アマ、アゲアゲさんとしても YouTube で活動されている織田四段がですね、勝ち上がってきているので、もしかしたら決勝戦で西山女流三冠対織田四段というね、カードを見られるかもしれません。もしそうなったらどちらを応援していいか本当に難しいですね。ということで、西山女流三冠はあと3勝でなんと四段昇段というところまで来ました。なんとか本当に相手厳しいんですが、なんとか勝ってほしいですね。まあ、特に佐々木大地五段と当たった場合は、レーティングが佐々木大地五段1800点近くありますので、非常に厄介な相手になるんですが、なんとか勝ってほしいなと願っております。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。あ、ちなみにあと桐山先生ですね、本日桐山先生対山本先生が対局していたんですが、桐山先生が今かなりギリギリの王手をかけているところになっております。パッと見はこれ詰んでますね。桐山先生が、まあ、もし桐山先生が、あ、これちょっと詰まないかな。もし桐山先生があれですね、勝つことができれば、まあ、5組残留となりまして、来期も指すことができるんですが、もし本日山本先生に敗れ、さらに次の残留決定戦に敗れますと、引退が決まってしまうという状況になっております。また本日行われました永瀬王座対池永四段の王位戦挑戦者決定リーグは、永瀬王座が素晴らしい指し回しで快勝して、これで白星スタートという形になりました。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。ちょっとやっぱり桐山先生の王手は届かない感じで、山本先生が今逃げ切りそうという状況になっております。果たしてどうなるでしょうか。それでは失礼いたします。